また今度新たな組み合わせに挑戦してみましょう。そう、例えば伝統的な飲み物を使ってみるとか、召喚炉や梅醸節で飲み物を作ったら一体どんな新しい味がするのでしょう。考えるだけでワクワクしますね。役に入り込むとは劇中そういった観点からすれば、いや、しかし私が持っているのは私を素っ気ない人だと思って、そのため手紙を返すときは、そうですか、あなたも舞台上の私、それもそうですよね。舞台上で披露する技術、老若男女に好かれるような役を作る。しかし舞台からひとたび降りればと、この話は終わりにしましょう。今宵の礼はいかがだったでしょうか。他に例えば記念として何か残すのはどうでしょう。ん、はあ、はい、どうぞ。欲しがる人がよくいますので、しかもそのほとんどが舞台姿の私の写真を希望し、手間を省くため現物を置いて、おお客さんが持ってるそれ新魚壁館の舞台うちの家にも一枚、なんだ、運座頭のサイン入り写真俺の店にも一枚あるぞ。どうでしたか、記念する価値はありました。